はい、皆さんこんにちは。今日もライブをねやっていきたいと思います。皆さんこんにちは。それでですね、私は10月1日からですね始まっているインクトーバータングルス2024年の、こちらのプロンプトに沿って、あの毎日ねこうどのタングル書こうねっていうのをやっていて、今ね、14まで行きました。デイ14はこちら、昨日書いてたんですけど、こんな風に仕上がりました。はい。で、本日は、冬の、毎年恒例の、ホリデーシーズンの、ウィンターホリデーシーズンの、ペーパーの発表をしたいと思います。I'm drawing, Inktober Tanglers 2024 in my rock paper every day.So, but I want to introduce my new paper for this year's, winter holidays. Why? ね、なんかみんなこの6ペーパーを並べてお気づきかしらみたいな。So, I want to make a mosaic for the holiday. This is new project. これが新しい、プロジェクトになります。ちょっとね、録画でね、見てる方もいらっしゃるかもしれませんが、こんな風に、6ペーパーとぴったり、ぴったんこする。そんなペーパーを、今年はセットで発売します。この名前がロックって名前なんですけども、こちらスターですね。ロックスター、ロックスターみたいな感じの、ロックスタープロジェクト。という名前です。This year's project name is Rock Star Project. Because Rock, it's not Rock, Rock Star. that is Rock Star. Because Rock is, it means six. So this is a hexagon. So I named this Rock Paper. This means six.And, I want to mosaic with this star, so this project name is Rock Star Project. というわけで、今日はね、このロックスターのスターペーパーに書いていきたいと思います。So, I want to draw on this star paper. Okay? So maybe you don't have this paper, so, please watch and please, buy later and please try.This project. ちょっと皆さん持ってないかもしれないんですけれども、こちらね書いていきたいと思いますが、これ裏面もちょっと色がついてますが、今日は白の面に書いていきたいと思います。This paper is double color.So back side is not white. I want to draw on this white side. 大きさですね。ちょっと大きいように感じるかもしれませんが、あのゼンダラよりも小さいかなっていう感じなんで、ゼンダラと同じぐらいですね。So you, you may think.You might think it is too big, but this is same as the Zendara tile. So almost 5.5. で、せっかくなのでインクトーバータングルスのデイ15書いていきたいと思います。はい。ね、I want to draw the day.Inktober Tanglers Day 15 Tofube by Dummy CGT. This、こちらのタングルですね。ちょっとなんかコーンのような、なんだろう、かわいいタングルですね。ちょうどね、六角形のにも描けるので、あのいいかなと思って、こちら描いていきたいと思います。 Okay, This is very cute tangle, so I'm going to try this
have on this paper. こうやって書くんだよね。インスタグラムライブなのでちょっと全部はやりませんけれども、続きはこのプロジェクトのビデオに含まれるという形に、ね、したいと思います。This is a Instagram live for the introducing this paper. 16日のかと思った。すみません、間違えちゃった。あ、sorry か。え、豆腐べって何ですか？ちょっと待って。あ、そうか。Sorry, I mistake. This is a day 16. Sorry.Oh, I'm sorry. By Heidi Kai-san. It's Tofube. I remember. This tango is... そうです、思い出しました。Tofube さんは、こういうやつですね。こういう、なんか、ぐる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 。こんなやつですね。そうでした。16日をやります。申し訳ない。Sorry, I want to do...Sorry. ごめんなさい。 So this is Instagram live. So for the introduce this paper. So I will not draw all. So you can see all video and project, my project pack.カモさん、歯医者の治療中無音で拝見してます。だって、ありがとうございます。スターダイルとソーリーぴったりですね。香織田辺さん、そうですね、田辺さんね、ありがとうございます。そうなんです、なんかちょうど見本にもね、同じようなように六角形に書いてるのがありました。こことここを S 字みたいなのでつなぐんですけど、ちょっと難しい。 It's a little bit difficultJust take off this small orb and please connect here. Very narrow S curve. Okay. It's a little bit difficult, so please draw slowly.ちょっと難しいのでね、皆さんゆっくりやってみてください。もちろんね、星型に他の紙にね書いてみてもいいと思います。キノコのさん、今年もワクワクだって。そうです、これ全部ね仕上げるとすごい美しいと思うので、ぜひちょっと作業が難しいですけど、ちょっと難しいと感じ方はね、こう C カーブとかでもいいかもしれないですね。If you feel difficult this S shape, so you can connect with C curve. It's very easy and very, I think it's okay. ですね。そして、このままね、内側にもつないでもいいんですけれども、どうしようかな。じゃあこの紙の紹介だと思ったら全然感謝も何もせずに始めてしまったすいません。ちょっと大きめのロゴを出して、そしてここでまた、つなげていきたいんですけど、ちょっと難しいと思うので
So I want to connect here and here. So I want to add string for the guide. ちょっとこの線を足した方が書きやすいかなと思います。ここと途中までまっすぐで、ここからちょっと C カーブっていう風にするといいかもしれません。ここにこういう花びらみたいなのができる感じ。わあ、病院待ち合わせでおとなしいみこちゃん結構多いですね、今日病院行ってる方。季節の変わり目だからメンテナンスですね。早く書いてみたいだって。はい、タイル、ニュータイルですね。買いたい。わー、ありがとうございます。早く書いてみたいでしょ。楽しいでしょ、きっとあとはもう皆さんお好きなようにタングルね、書き入れていただいていいんですけれども、一応のセットにはチュートリアルビデオが何本かつく予定になってます。 Of course you can draw your favorite tangles and you can draw freely, but if you buy this project pack, you can seeチュートリアルビデオでは、今回のこの色合いをずっと継続したいと思うので、ブルーですねやりたいと思いますが、そうですね、ここにじゃあデイ15かなんかを入れておきましょうか。引き伸ばしてがベースからですよね、だって。まだ発売されないんですけど、そうですね、ベースから予約できるようになると思います。海外の方はストアーズっていう、ところですね。ちょっと私これが、このタングルがわからない。こんなだったっけ？I forget this tangle. I want to try this day 15 tofu bed by dummy. So I もう少し待てばよかったな。新しいタイルなんて知らなかった。あれですよね。大丈夫ですよ。ロックペーパーと一緒に使えるから、ほらこうやってピタッとなるからこうやって。ね。大丈夫です。紙は腐らないから。いっぱい書いてください。いっぱいいっぱい書いていただければと思います。もちろん他のね、タングルでもいいですね。こんな模様ぐるぐるするの好きな方は私と一緒にぐるぐる。 Of course you can draw your favorite tangle on this border.どんなタングルでもね、結構こういろんなタングル、ね、を入れることができますので、こういうねボーダーのところですね、自分の好きなタングルを試すチャンスです。今回のは大きめですね。そうですね、ちょっと大きめですね。ゼンダラよりちょっとでもちっちゃいぐらいなんで、ゼンダラよりは気楽に描けるかなと思います。隙間を塗りたいかな。隙間を塗りたいかな。黒で塗ろうかな。
楽しみ、きのこのさん。ああ、よかった。嬉しいです。ちょっと太めのペンで。すでに素敵。ああ嬉しい。ありがとうございます。こんな感じで、ちょっと全部はねできないかもしれないんですけど、まあ、この形だとね、ここだけちょっと仕上げて、あとは同じものの繰り返しでも大丈夫なので、結構無心で気楽に描けるかなと思います。あれどれ何入れよう、これ入れようとかね、ストリングどうしようね、考えなくていいので、また裏面がねまた違う色になってますので、そちらだとすごく太めのペンとかで気楽に描けるかなと思います、まあ、それもちょっとおいおいご紹介という感じで、すいません、あちこちやってて申し訳ない、はい、裏も白ですかって書いてある。裏はね違う色なんです。ちだちょっと紺色っぽい 色になります。そちらもね、金とかで、ゴールドとかで描くと、素敵な感じ。色付き、ますます楽しみ。キャーキャーみたいな。黒じゃない感じですね。黒だとちょっと怖いかなと思って。黒もね、素敵なんだけど。おー、かっこいいわ。両面使える。そうです。両面使ったのクリスマスツリーとかにもぜひ飾っていただければと思います。すごく素敵な、モザイクになる予定。すごい妄想止まらない。おはようございます。セレンディップさん、おはようございます。妄想が止まらない、嬉しいです。ちょっと半分だけやろうかな。ちょっとまだどういう風にするか実は決めてないんですけど、なんか楽しい話した方がいいですかね。ちょっと真面目にこれのあれ一生懸命書いてたけど、特になんかあったかな、なんかあったかな、なんだかったかな、なんだ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 、新しいタイルですね。そうです、新しいタイル、新しいプロジェクトでございます。ちょっとね時短で半分だけやってます。I'm going to drawHalf、 ちょっとだんだん元のタングルが見えなくなってきちゃいましたが、いつになく真剣に描いている私。とても可愛いタイルです。タングルですよね。なんかおもちゃみたい。はい、ネイルも白で可愛い、腰もついてる。だってあ、よく見てくださって。そうです、このタイルに合わせてちょっとクリスマス仕様にしていただきました。では色をねちょっと使っていきたいと思います。 I'm to use the colors. So any color it's okaySo you can use your favorite color.
そして水筆ですね。ちょっと今日なんかクラスっぽくなっちゃってますけど、言葉少なめで。周りちょっとゴールドで塗りたいので、ちょっとはみ出しちゃっても大丈夫。I want to add the gold here. So if your color is go out, it's okay. No problem. ちょっと明るめのブルーもブレンドします。ちょっとはみ出しちゃったけど、だんだん埋まってきましたね。ここどうしよう、違うことやってよ。なんか全然決めてからやればいいですよね。本当に赤とか使いたくなっちゃうけど、我慢して。ちょっと茶色っぽいのも足したいなと思います。ゴールドっぽい感じでもありますね。ちょっともうちょっとブルーを出せばよかった。乾いてないけど、はみ出しちゃった。もうダメだ、ボロボロだ私。でもなんとかなる、なんとかなるんだよ。センターアングルこんな感じで、この黒いところ、なんかアイデアが浮かばない。何にしよう、クレセントムーンみたいにしようかな。こんにちは、マダミトーさん、こんにちは。いろんな、ストリングで描けるかなと思いますので、チュートリアルではね、いろんな提案していきたいなと思います。タイルですかって、そうです、ニュータイルですか、ニュータイルです。ちょっとまあね、ちょっとだんだん仕上げていって、最後ね、このゴールド何でも大丈夫なんですけど、ちょっと今回のゴール、道具はつけないでタイルだけの販売にしようと思うんで、皆さんお好きなのを使っていただこうかなと思います。 This year's project not included materials, so you can use your favorite materialsクリスマスオーナメントになりそうだって。はい、してください。ちょっとこれ塗って最後に少しだけモザイクして終わりにしたいと思います。ちょっともっとね、やるんですけど、スージーさん、こんにちは、こちらが新しいタイルですね、だって。そうです、はい。ちょっとね、全部仕上げたいんですけど、今日、紹介なので、この辺で。
Okay, this is introducing. This is an Instagram live for introduce this new paper. So I don't finish all. So I want to see the very beautiful mosaic. きれいでしょ? It's very beautiful. こんな感じです。はい。あ、ロックペーパーと合うんだ。すごーだった。そう。タングル、ロックスター、ロックスターみたいな感じ。ロックスタープロジェクトです。はい、なので頑張って書くの大変だけど11月はこちら書いてください。Okay, please draw this project in November, okay, for the winter holiday. はい、魔法の絨毯みたいだって。そうですね。なのでカラーをねちょっと揃えて、いろんな色で書いてもね綺麗だ。だと思います。赤と緑でも多分綺麗、ね。I use gold and blue and brown, but of course you can use your favorite colors. You can use red and green or only black. It's very beautiful if resort. ね、白黒だけでも多分いいと思います。はい。では皆さん、すいません。なんか中途半端ですけども、こんな感じで、新しいペーパーね、やっていきたいと思いますので、ちょっと販売に関してはまだ、整ってないんですけれども、ぜひ、ご確認くださいませ。はい、では、またお見せしたいと思います。今日はちょっと紹介ビデオ、紹介インスタグラムライブだったので、ちょっとね、あまり面白くないというか、おしゃべりはしなかったんですけど、また、楽しいお話ししながら、インスタライブもやっていきたいと思いますので、またよろしくお願いします。Thank you for watching. また会いましょう。See you again. Bye bye. またね。